これ、あの品種はマリゲットマリーラと言います。はい、こちらですか。こちら大きいですね、はい、あのラ・フランスよりもちょっと一回りは大きいですね、これは洋梨系の。そう、同じ西洋梨の中に、まあ、その中に、まあ、ラ・フランスっていうのは、まあ、有名な名前のものが入ってるんだけども、そのラ・フランスの前にちょっと早めに出るのがこのマリゲットマリーラ。マリゲットマリーラ、はい、珍しいね、そのサウンドですけども、お味の方はどうなんでしょう。これはね、あの香りはラ・フランスには負けますけども、あの食べてはね本当に美味しいんですよ、ただやはりこれもラ・フランスと同じようにちょっとすぐこのままでは食べられないんですね。まだもいで間もないですからね、ですからある程度こう黄色くなってから黄ばんでから、まあ、食べてもらう、うん、ちょっと時間かかりますね。こちらが大きいですよね。大きいです、はい、これはラ・フランスと同じような訳あり商品というか。そうそう、ここに出てるのはちょっと傷ありますからね、だからどういった傷があっても、まあ、自然にこうなってるとこういろいろこう傷がつくわけですよね、まあ、形はもともとあまり良くないんですけども、こういうものとかですね、まあ、いろんなこういう傷がつきます、なっててね、これが全部贈答からこう跳ねるわけですよ、ただ味の方が悪いわけじゃないんで、味は一緒ですからね。だからね、ラ・フランスよりも美味しいという方も結構いらっしゃいますからね、味が忘れられなくてですね、ラ・フランス前にこれを買っていく方結構多いんですよ。ちょうど今の季節が旬というか、あのこれがですね、食べ頃になるとこういう色に変わってくるわけですよね、黄色っぽくね、まあ、今こんな青いですけども、だんだん黄色になって、そうそうそう、黄色が、はい、これになれば食べ頃ですね、もうね、ラ・フランスの場合、あのその何て言うんですかね、頭の方を少し柔らかくなるという、ラ・フランスはこう色は変わりませんからね、なかなか見分けつかないんだけども、これの場合はこう黄色くなってきますからね、だから食べ頃っていうのはすぐ分かります、はい、黄色くなったら食べ頃、そうです、はいはい、またね、名前が知られてない、あと食べたことないっていう人が多いんで、まあ、知名度はほとんどないんですよね、まだね、旬は今が、9月の中旬頃から、まあ、収穫が始まりますんで、それであの、まあ、やっぱり冷蔵庫にちょっと保管してから出荷しますんでね、ですから今月の、まあ、9月の末頃から、そろそろその出荷始まって、まあ、ラ・フランスの出る時だから10月の中旬これまでは続きますね、はい、Shopping and Sales Promotion Yamagata Movie Market